本日は栃木県日光市に来てまーす。はい、まもなく本日一駅目到着でございます。目の前に見える看板がそうです。日光街道ニコニコ本舗日光でございます。道の駅日光でございます。看板がまだ見えない。はい、道の駅日光到着でございます。道の駅日光街道ニコニコ本舗にはセブンイレブンがあります。でね、目の前にはね、記念館もありますよ。あったあった。はい、スタンプゲットです。ゲット。お、なんかライダーみたいな感じ。今日はね、平日なのでね、そんなに人はいないですが、それでも車はね、見てください、ほぼ満車です。見て、目の前に観覧車が見える。日光天然水ニコニコマルシェが直売所かな。ティーちゃんまでお猿になってる。日光ラスク。カフェも入ってるよ。スペーシア X のお弁当も売ってるらしいよ。すごいね、いろいろ売ってるよ。お弁当とかもね、ここで買っちゃうし、ちょっとしたお土産とか買いに来るのもここがいいかも。湯葉餃子だって。パン屋さんもある。見て、かわいい。見ざる、言わざる、聞かざる、頑固。おせんべい山中にもなってるよ。本日2駅目のね、道の駅はね、栃木県那須町です。目の前に見えるのが道の駅、東山道硫黄野です。東山道硫黄野、到着でございまーす。うん、建物いっぱいあるね。お蕎麦とか、お蕎麦の旗がいっぱいあります。東山道硫黄野。へぇ、地元産蕎麦粉をブレンドした蕎麦ソフトクリームとか売ってるみたい。蕎麦ソフトクリーム。道の駅のスタンプは、そのね、祭りの伝承館にあるそうですよ。だった。本日2駅目のスタンプゲットです。はい、ゲット。はい、ゲット。アッパさんかな。そばっこちゃんとそばきちくんだって。祭り伝承館にはね、こうやって展示品が見れます。今日の目的地まもなく到着です。およそ700m 先、左に戻る方向です。あ、着きました。芦野温泉です。芦野温泉到着でございます。日本一痛いって言われてる温泉です。日本一痛いんだってよ。日帰り入浴ご案内、女1500円、午後4時からね、750円になります。来ました。ここがね、館内入り口です。4時になったら半額になるからね。なった。はい、3名分。この温泉でシングル婚。
ね、食堂。うわー、この机すごいよ。ここが女湯ですね。薬草の湯には10種類の生薬も使われてるって。陶器、天球、東京、万象、黄箔、黄金、陳皮、経皮に黒葉って初めて聞いた。豆からって。で、三獅子。気持ちよかったです。もう一痛いってやれる温泉は、あの薬草の湯の方でね、本当にね、刺激性の強いね、ナキの湯っていうのがあって、5分ぐらいするとね、体のあちこちにね、本当に痛みを感じる人もいるみたいです。私はね、入浴中は痛みを感じずに、入浴後に他のお湯に入って、あ、ちょっと刺激を感じるなと思いました。ミストサウナはね、薬草の霧吹きサウナがあって、呼吸をするとね、メンソールみたいにね、スーッとした感じがしました。一番私が気に入っているのは鶴の湯アルカリ温泉でした。本当にね、化粧水に使ったかのようにお肌がツルツルになりましたよ。この成分の正体はね、重曹だそうです。高濃度炭酸塩です。露天風呂と、あと内湯にはね、メラノ湯があってね、メラノ湯はね、メラニンを抑制する効果がありね、美白効果がある泉質だと言われてます。ちなみに私の記憶力なのでね、ちょっとねどうかなと思ったので、一応パンフレット持ってきました。これがね、宇宙のね、感じです。メラノ湯と鶴の湯。そして露天風呂のメラノ湯。そしてミストサウナ。で、薬草の湯。夜の景色も素敵。ここは本当にね、過去一番良かったと思います。本当に来てみないとわからないよね。今回も見てくれてありがとうございました。 Thank you for watching. バイバイ。サラマットポー。あ、高評価、いいね、よろしくお願いします。バイ。